千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックのドクターの林です。今回は口腔がんの放射線による治療とはについてお答えいたします。放射線による治療になってはくるんですけども、これは手術、これによる方法と併用して行うことが多いです。例えば手術を行って口腔がんを取り除いた後にこの放射線治療、これを行うこともあります。ですので単体のみで行うことも、あるかもしれないですが、併用して行うことが多いです。放射線、これに関しても、口腔がんになってくると小さいものもあるので、そこに局所的に当てるといった方法もあります。放射線治療、なかなかやっぱり分からないこともあるとは思いますので、分からないことがあればどんどん質問してください。